テキサスタワー乱射事件とは、1966年8月1日に、アメリカ合衆国のテキサス大学オースティン校で、発生した銃乱射事件である。1966年8月1日正午、元海兵隊員で、テキサス大学の大学院生である、チャールズ・ホイットマンが、テキサス大学オースティン校本館と系統に、M1 カービン銃。 レミントン M700 狙撃ライフル等の銃器、立てこもりのための食料等を持ち込み、受付場や見学者を殺害した後に、同時系統展望台に立てこもり、眼下の人を次々に撃ち始めた。事件の一報を受けた、オースティン警察が出動するも90メートルもの高さを利用した射撃に歯が立たず、警察が地下水道からタワーに侵入して、 チャールズを射殺するまでの96分の間に、警察官や一般市民など15名の犠牲者、31名の負傷者を出す、と、2007年4月16日に、バージニア高科大学銃乱射事件が起きるまで、最悪の学校銃乱射事件となった。犯人であるチャールズ・ジョセフ・ホイットマンは1941年6月24日、生まれ、裕福な中流上層家庭で何、 不自由なく育った。成績優秀で、スポーツ万能、音楽の才能を示すなど、恵まれた少年時代を過ごしている。その一方、厳格な父親からは体罰を含む厳しいしつけを受け、父との関係は悪かった。ボーイスカウトとして活動していた12歳の時には、当時世界最年少のイングルスカウトに昇進したこともあった。 アメリカ海兵隊で一級位手の資格を取った後女隊。実験当時は犯行の舞台となったテキサス大学で建築学を学ぶ大学院生であった。性格は穏やかで快活。冗談がうまく子供好きで誰にでも愛想が良く模範的なアメリカの高青年であったと言われている。大学へは1961年に入学し、当初は海軍科,科学教育プログラムで、 奨学金を得ていた。妻に出会い、結婚したのは在学中のことだった。しかし、学業は、順風満帆とはいかなかった。ギャンブルにのめり込み、成績も悪かった。1963年には、奨学金受給資格を失った。1966年、両親が離婚した頃から発作的な暴力衝動や、激しい頭痛に悩まされるようになり、カウンセリングを受けている。 事件に先立ち、悲しませたくないからという理由で妻と母を殺害、死後に自分を解剖する、よう希望する遺書を残している。また、この遺書には、父親に対する憎悪の念が生々しく記されていた。他に、父親と弟に宛てた遺書も残されているが、父親宛ての遺書は、現在も公表されていない。事件後、実際に解剖が行われ、 脳の視床下部の部分からくるみ害の腫瘍が発見された。この腫瘍が脳の返答核を圧迫し、暴力衝動を誘発していたとも考えられたが、事件へどの程度影響したかや、事件の詳しい動機などはよくわかっていない。8月1日の午前0時から午前3時ごろ、ホイットマンは母のマーガレット・ホイットマンと妻のキャサリーン・ライスナー・ホイットマンを殺害した。 残した書き置きによれば、ホイットマンは母と妻を愛していたが、後に恥ずかしめを受けることのないように二人を殺害したという。その後の午前中、ホイットマンは台車を借り、銀行で250ドルのふわたり小切手を現金に変えた。それから車でホームセンターに向かい、30口径のユニバーサル M1 カービン、断層を追加で二つ、弾薬を8箱購入した。 レジ係には、イノシシの狩猟のためと伝えた。重販売店では、カービンガンの弾層をさらに4つ、弾薬を6箱、缶入りの重洗浄液を購入した。シアーズでは12ゲージのシアーズモデル60半、自動散弾銃を購入し、その後に帰宅した。その後、ホイットマンはトランクに狩猟用のボルトアクションライフルであるレミントン m 7 35、 後継のポンプアクションライフル、M1 カービン、ルガー P08、ガレーシブレシア、S&WM19、3弾銃700個を超える弾薬を入れた。他にも、パック詰めの食物やコーヒー、ビタミン剤、デキセドリン、エキセドリン、耳栓、水差し、マッチ、ライターの燃料、ロープ、双眼鏡、ナタ、ナイフ3本、トランジスタラジオ、トイレットペーパー、カミソリ、 傍集剤も詰め込んだ。また、シャツとジーンズの上に、カーキ色のつなぎを身につけた。シャーロット・ダレジョリが、旗立ての後ろに避難している。垣根のそばでは負傷した学生が横たわっている。殺害されたカレン・グリフィスは、当時17歳だった。午前11時25分頃、ホイットマンは、テキサス大学オースティン校に到着した。偽のリサーチアシスタントの ID を見せて、 注射の許可を得ていた。ホイットマンは荷物を運びながら、大学の本館へ向かった。本館に入ったところ、エレベーターが稼働していなかった。係員のベラ・バーマーがエレベーターを起動すると、ホイットマンは次のような感謝の言葉を繰り返し述べたと、いう。サンキューマーム、ユードンとノーハウハッピーザットメイクスミー。ホイットマンは27階でエレベーターを出ると、台車と荷物を持って、 階段と廊下を進み、展望デッキの近くの部屋に向かった。そこには、受付係のエドナタウンスレーがいた。一部の人は、銃声を近くの工事現場の騒音と勘違いした。地面に倒れる人を見て、劇団のパフォーマンスだろうと思った人や反戦を、訴える抗議活動だろうと思った人もいた。ある被害者は血を流して倒れていたところを、 演技と思われたのか通りすがりの人に叱責されて起きろと言われた。状況を把握した人々の中には自らの危険を顧みずに負傷者を安全なところへ連れて行った人もいた。現金輸送車や地元の葬儀屋からの傷病人、搬送者が負傷者に接近するための手段として利用された。ホイットマンのライフルと重心が切り落とされた三段重ホイットマンが 時計塔から銃撃を始めてから4分後の午前11時52分、歴史学教授がオースティン警察署に最初の通報を行った。巡査のビリースピードは最初に現場に到着した警察官の一人であり、同僚の一人と共にバラスターを遮蔽にした。しかし、ホイットマンの銃弾がバラスターの間の15センチメートルほどの隙間を抜けてスピードに命中した。 これによりスピードは死亡した。警察官のホーストン・マッコイは無線機から銃撃についての話を聞いた。時計塔への道を探していたところ、学生が助けを求めに現れて、自宅にライフルがあると伝えた。マッコイは学生を車で家まで送り届け、ライフルを借りた。アラン・クラムはかつては空軍のビブ従手であり、事件当時は大学生協の書店の店長だった。 通りの向こうで17歳の新聞配達の少年が引きずられているのを見て喧嘩だと思い、やめさせようとした。しかし、少年は撃たれたことを知り、銃声も聞こえたため、通りを歩く人々を危険のない場所へ誘導した。安全に書店に戻ることができなくなったため、時計塔の方へ進んだ。時計塔に着いた後、警察に助力を申し出た。時計塔の中では、 公安局のダブ公安とオースティン警察のジェリーデーに同行してエレベーターに乗った。公安はクラムにライフルを渡した。午後12時頃、警察官のラミロ・レイ・マルティネスは非番で自宅にいたがニュースで事件のことを知った。警察署に電話をするとキャンパスに行って人々を誘導するように指示を受けた。現場に着くとすでに他の警察官たちが誘導を行っていたため、時計塔に向かった。 時計塔には警察官のチームがいるだろうと思っていたが、27階に着くとそこにいたのは公安、クラム、例の3人だけだった。時計塔に向かおうとした警察官たちは身を隠しつつの父とした移動を迫られた。しかし、ホーストンマッコイを含む少数の警察官たちが地下にあるメンテナンス用のトンネルを通じて時計塔にたどり着くことができた。 警察官たちや数名の市民は消火器や狩猟用ライフルを使って地上からの制圧射撃を試みた。ホイットマンは射撃をかわすために身をかがめ、展望デッキの壁の根本にあった排水口から発砲した。軽飛行機に乗った警察の狙撃手はホイットマンに打ち返されて撃退された。それでも距離をとって旋回を続けてホイットマンの邪魔をしつつ、 標的を選ぶ余裕を奪おうとした。マルティネス、クラム、デーは27階を捜索し、MJ が棒を発見した。デーがガボを移動させた。マルティネスは階段を上って展望デッキへ向かった。クラムはマルティネスを援護したいと強く申し出て、最初は自分が代理になることを買って出た。受付エリアへ繋がる階段、吹き抜きの下で、マルティネスは、マーガレット・ランポート、 マーク・ガボー、メアリー・ガボー、マイク・ガボーを発見した。マイク・ガボーは展望デッキの方を指して犯人がそこにいることを伝えた。マルティネスが最初に展望デッキに到着した。マルティネスはクラムにドアの元に止まるように伝えた。数分後にマッコイとデーも展望デッキに着いた。ある時点でクラムがライフルを誤射した。午後1時24分頃、ホイットマンが ライフルがどこから発砲されたか探そうと南の方を探していた。一方でマルティネスとマッコイは展望デッキの北東の角を曲がっていた。マルティネスが踊り出てホイットマンの方に向けてリボルバーを発砲したがすべて外した。マルティネスが発砲しているところをマッコイが飛び出てライトバラストを見ているホイットマンの頭を目撃した。マッコイは ライトバラストのてっぺんに向けて撃った。いくつかの散弾がホイットマンの未見に命中し、ホイットマンは即死した。マッコイは再び発砲し、弾丸はホイットマンの左半身に当たった。マルティネスはマッコイの散弾銃を握り、うつ伏せになったホイットマンの元へ走り寄り、ホイットマンの左腕に散弾銃の直射を浴びせた。そのすぐ後に、 マルティネスは地上の人々から危うく銃撃を浴びせられかけた。地上の人はホイットマンの死に気づいていなかったのであった。事件の記念碑マルティネスとマッコイはオースティン氏から勲章を授与された。銃撃事件の後、時計塔の展望デッキは閉鎖された。銃撃の後を補修した後、1968年に再開した。しかし、4件の自殺が発生し、 1975年に再度閉鎖された。ステンレスの格子といった保安上の改善がなされた後、1999年に再開した。しかし、公開は事前予約の必要な案内人付きのツアーに限られた。観光客は必ず金属探知機にかけられる。2006年、メモリアルガーデンが死者やそれ以外の事件から影響を受けた人々に捧げられた。 2016年、つまり事件から50年の節目に被害者の名前が刻まれた記念碑が設立された。午前11時48分に当の時計が24時間停止された。オースティン氏はこの日をラミロ・マルティネスの日と宣言した。2008年、オースティン警察署の名番にホイットマンを止める助けになった人々の名前が追加された。 名盤に刻まれた名前は次の通りである。2014年、クレア・ウィルソンの殺害された息子の墓が、ノンフィクション作家のゲイリー・ラバーンにより再発見された。その後、オースティン記念公園墓地で、墓石が送られた。墓石には十字架が刻まれ、さらにベビー・ボーイ・ウィルソン、オーガスト1、1966と記されていた。ありがとうございます。